はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は算数基礎講座犬の動く範囲の、4回目。今日はね、復習がてらゆっくりやっています。犬の動ける面積はほにゃ平方メートルです。柵の中には入れません。さあ、3メートル3メートルの柵があって、6メートルの綱でつながれている、この端のところにね。さあ、じゃあそうするとどうなるか。まず図を描くんだということね。で、6メートルで、ここに6メートル描いて、3メートル飛び出ます。で、ここで使えますから、こういうふうにね、ちょうど3メートル、3メートル、中心角90度の置き方、ここはこれだけです。上は6メートル3ね、こうやってぐるーっと回ることができます。で、ここで使えます。6引く3でやっぱり3メートルです。さあ、ここからコネを中心に3メートル動けますから、ここも半径3メートルで中心角が90度の置き方です。全部で1、2、3個の置き方に分かれる。ね、1個は半径3メートルで中心角が90度の置き方、これが2つできる。もう一つ、半径が6メートルで中心角が270度の追い方、これが一つできる。で、これを立式していくと、3×3×3.14×、さあ、これ2分の1にします。これで2つで半円です。足すことの 6×6×3.14× これ4分の3ね。360分の270って4分の3ですからね。さあ、これ 3×3×1/2、これ残念ながらね、約分できませんから、9割る2で 4.5 です。4.5×3.14 になります。さあ、6×6×3/4、36×3/4になりますから、4と36、9になって、草27、27×3.14になります。さあ、分配法則でまとめると、4.5たす27×3.14は31.5×3.14。さあ、これが最終です。で、これ計算して終わりと。5子20で6子3、12、5、1、3、5、3、15、サイチが4、サザンが9、0、1、9、8、9。小数点3つですから、98.91。計算はこれでいいかな。はい。98.91。この犬の動ける範囲は98.91平方メートル。ね。次回はね、図形の今度外側を円がくるくると一周回転するっていうバージョンをやってみましょう。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。